モンフォルテ・デレモスは、スペイン・ガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ。近隣の自治体と構成する、コマルカ・ダ・テーラ・デレモスの中心都市。またワインの原産地故障リベーラ、ラ地域の中心都市でもある。ルーゴ県では、県とルーゴに次いで人口が多い。1885年に、市の称号を授与された。ガリシア統計局によると、 2012年の人口は19,604人。住民故障は、マンフォティーノ、ナ。ガリシアゴア社の自治体住民に占める割合は93.31%。モンフォルテデレモスは、ルーゴ県の南部に位置し、コマルカダテイラデレモスに属する。北はオサビニアオと、ボベダ、東はアポブラド・ブロジョン、リバスデシルト、南は、カストロ・カルデイラスと、ソベールと。 西は、パントンの各自治体と隣接。自治体中心地区は、市街地のモンフォルテデレモス地区。モンフォルテデレモスは、モンフォルテデレモス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。自治体首長は、ガリシア民族主義ブロックのセベリーノ・ロドリゲス・ディアス。自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック。9、ガリシア国民党。4、ガリシア社会党。 4となっている。モンフォルテ・デレモスは27の教区に分けられる。ふとじは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。